ちゃんは見た。私はツツジ。これは数年前、娘が生まれる少し前のお話だ。私は短大卒業後、地元近くで就職して、その後すぐ夫のカズラ君と結婚した。当時も今も、実家とさほど遠くないところに住んでいる。お父さん！近くに用事があったから。あれは新婚の頃、いつもはあまり行かない少し遠いスーパーまで買い物をしに行った時のことだ。ここのスーパーってこんなに安いんだ。へぇ。あれ？あのおじいさんは。どこかで見たことあるような。あ、そうだ、ヒイラギ先生だ。たまたま見かけたヒイラギ先生は小学校時代の担任だった。人見知りで引っ込み思案の私をよく気遣ってくれた、とてもいい先生だ。ドッジボール一緒にやろう。ヒイラギ先生こんにちは。ツツジです。覚えてませんか？私が小5、6の時に先生が担任を務めてくれてたのですが。ツツジ、ああ、あの引っ込み思案なツツジちゃんか。ああ、覚えてるよ。久しぶりだね。はい、卒業以来ですから本当に久しぶりで。今は何をしてるんだい？隣町のエトラカンパニーという会社で事務をやってるんです。去年は結婚も。ああ、そうかそうか。よかったね。嬉しいな。こんなところで教え子に会えるなんて。私も先生が覚えていてくださって嬉しいです。元気で頑張るんだよ。体調には気をつけてね。はい、先生も。嬉しいな、先生に会えたなんて。なんだか懐かしくなってきちゃった。あの先生は歴代の担任の中でも特に印象に残っている人だった。当時の私はあまり陽気なタイプじゃなかったため、一人でいることが多く、小5のクラス替えの際に仲のいい友達と離れてしまってから、なかなかクラスに馴染めずにいた。おい、ドッジボールやろうぜ。俺も入れて。私も。おや、ツツジさん、そんなところでどうしたんだい？先生。そんな時に背中を押してくれたのがヒイラギ先生だった。おい、みんな、ツツジちゃんも仲間に入りたいそうだ。うん、そうだったの？じゃあこっち来て一緒に遊ぼう。ツツジちゃんうまい。行け行け。やったー。おかげで私は小学校生活を楽しく送ることができたのだ。へえ、いい先生に巡り会えたんだね。うん、ついでに当時のお礼も言っておくべきだったな。大丈夫、いずれきっとまた会えるさ。うん、そうだね。しかしそれから1ヶ月後、今度は偶然ではなく、ヒイラギ先生の方から私に連絡が入ることになるのだった。お電話ありがとうございます。エトラカンパニーのツツジが受けたまわります。ああ、ツツジちゃん。お、失礼ですが、どちら様で？私だよ、ヒイラギだ。え、ヒイラギ先生？どうしてヒイラギ先生が？びっくりしました。どうかされたんですか？いや、実は今すごく困ってるんだ。僕の家に知らない人が入ってきて、ずっと走り回ってるんだよ。え？ツツジちゃん、どうにかしてくれないかな？どういうことですか？先生、もしかして泥棒に？違うんだ。別に泥棒じゃないんだけど、ただずっと走ってるんだ。家の中を何度も。ぐる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 。先生が何を言っているのか全く理解できなかった。泥棒でもない知らない人が家の中をぐるぐる走り回ってるなんて、一体どういう状況なのか。ツツジ君、どうしたんだい？ドクサさん、それが私の小学校の時の先生からなんですけど、家の中を誰かが走り回ってるとかで、何を言ってるのかさっぱりわからなくて。そうか、どれ、じゃあ僕が代わろう。もしもし、お電話代わりました。徳佐と申します。はい。はい。それから10分ほど、上司と先生は話し込んでいた。そして会話を終え電話を切った後、上司の口から思いがけない言葉が返ってきた。一体何だったんでしょうか？いや、参ったな。羊くん。はい。多分だけど、この人は精神病の類にかかっていると思う。誰だ？走ってるのは、お前は誰だ？バタバタうるさい！
もしかしたら統合失調症のようなものなのかもしれない。もしかして最近この人と話す機会があったかい？はい、少し前にスーパーで会って、その時にここで勤めてることも話しました。じゃあそれだな。電話帳でここの電話番号を調べたのかもしれない。こういう人はな、印象に残った人にずっと執着することがあるんだ。だから君に連絡してきたんだろう。私も今までこういう人を何人か見てきたからね。そんな。大丈夫、病院にさえ行けばよくなるはずさ。あとはご家族に任せよう。はい、ヒイラギ先生。私はショックだった。かつてお世話になった先生がそんな辛い病気にかかってしまっているのかと思うと、胸が締め付けられる思いだった。ということなの？何か私にできることはないかな？僕もツツジの上司と同じ考えで、こういう心の病は家族のサポートが一番だと思う。今の先生の状態を詳しく知らないし、下手に介入すれば病状を悪い方向に転がしかねないかもしれない。上司も夫も私が積極的にこの件に介入するのは控えるようにとのことだった。だけどどうしても私は先生とのあのやりとりが忘れられなかった。せめて治療がちゃんと進んでいればいいけど。そしてそれから数週間経ったある日。はい、事務のツツジです。お疲れ様です。受付のユリです。実は今ツツジさんにお客様がお見えになられてまして。え、私にですか？ええ、ヒイラギ様という方で。先生が。ツツジ君、私が行くよ。トクサさん。私は上司のトクサさんに従ってロビーの端から先生とトクサさんのやりとりを見守ることになった。お待たせいたしました、ヒイラギ様。誰だあんたは？ツツジちゃんは？ツツジさんの上司のトクサと申します。彼女は今不在ですので、私が代わりにお話を伺えればと。なんだって？そんなはずはない。彼女はここにいるんだろう。ですからお伝えした通り、彼女は今ここには。嘘をつくな。いいからツツジちゃんを出せ。僕はツツジちゃんに会いに来たんだ。落ち着いてください。何度も申しますが彼女は今いないんです。嘘だ、ツツジちゃんをどこに隠した？ですから。そうか、わかったぞ。お前たちツツジちゃんをいじめてるんだな。違います、それは誤解です。そうだ、きっとそうなんだ。とにかくもうお引き取りください。ツツジちゃん、ツツジちゃん、聞こえているかい？不安に思う必要はない。先生はツツジちゃんが頑張っているのを知っているよ。そうだ、世界中のみんなが君が頑張っていることを知ってるんだ。先生、負けるなツツジちゃん。こんな奴らなんかに負けるな。頑張れツツジちゃん、頑張れ、頑張れ、頑張れ。ツツジ君。ツツジちゃん、よかった、無事だったんだね。はい、先生のおかげです。先生、私小学生の時人見知りで全然お友達に話しかけられなかったけど、先生が背中を押してくれたから楽しい小学校時代を送ることができたんです。ツツジちゃん、会社でも皆さん親切にしてくださいますから、心配しなくても大丈夫です。何かあったらさっきの先生の応援を思い出して頑張りますね。だからまた今度ゆっくりお話ししましょう。今はまだ仕事中ですから。そうだね、わかったよ。それじゃあまた連絡するね。何かあったら先生に必ず言うんだよ。はい。ツツジ君。すみません、徳佐さん、私どうしてもいても立ってもいられなくて。やっぱり一番お世話になった先生ですから、なんとか私なりにいい方向へ行けるようにしてあげたいんです。わかった、その代わり決して無理をしないように。いいね。はい、ありがとうございます。その日の夜、私は桂君の了承のもと一度実家に帰って、小学校の時の知り合いに片っ端から連絡を取ってみた。どうしても気になることがあったのだ。もしもし、あかねちゃん、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。もしもし、あざみちゃん。実は。そして聞きたかった情報を何とか手に入れることができた。ああ、ヒイラギ先生の娘さんな。今でも年賀状のやり取りしてるから、連絡先を教えてもいいか聞いてやってもいいぞ。本当ですか？私が気になっていたのは、今の先生の状態をご家族が把握しているのかどうかだった。奥様は少し前に亡くなられたようだから、
先生をサポートできるのは娘さんしかいない。私は柊木先生の一人娘、ゆずりはさんに連絡を取ることにしてみた。え、なんですって？父がそんなことを。はい、そうなんです。私どうしても先生が心配で。もしまだ病院へ受診されていないようなら、すぐ行った方がいいかと。そう、そうだったの。父とは今一緒に住んでいなくてね。夫の地元に嫁いでから連絡もメールばかりで頻繁に取ってなかったのよ。母が死んだ時も私のことは心配するななんて言われたから。いいえ、それは言い訳ね。ともかく教えてくださって本当にありがとうございます。すぐに家に戻って父と病院へ行きますから。わかりました、よろしくお願いいたします。ゆずりはさんは柊木先生の現状を知らないでいた。この時私は彼女と連絡が取れて心の底から安堵したのだった。よかった。その後先生はゆずりはさんに連れられて病院へ通い始め、薬剤治療と心のリハビリを行って徐々に徐々に解放へ向かっていった。そして現在。はーい、よいしょ。お母さん、何が届いたの？柊木先生からのお中元だよ。じゃーん。わー、大きなメロンだ。これは立派だね。先生、すっかり良くなったみたいで本当に良かったね。うん。あれから先生は回復し、今は娘さんの嫁ぎ先の近くで暮らしているそうだ。あの後、職場に柊木先生から電話がかかってきたりすることはなくなった。その代わり、今は年賀状や、お中元、お歳暮や、時々ハガキでのやり取りなどを続けている。あの時、ツツジが勇気を出したおかげで、先生は救われたんだね。うんうん。最初に勇気をくれたのは先生の方だから、私は少しお手伝いさせてもらっただけだよ。先生が心の病を患ってしまった理由はわからない。もしかしたら、先に亡くなってしまった奥様のことでショックを受けたからかもしれないと、ゆずりはさんは言っていた。だけど今は、ゆずりはさんともお孫さんとも頻繁に会うことができて、先生は毎日が楽しいようだ。どうかこれからも、先生が幸せな日々を送れますようにと願い続けている。そして私も、これから先、辛いことがあっても、先生のあの言葉を思い出すのだろう。つつじちゃん、頑張れ、つつじちゃん。ご視聴いただきありがとうございました。小学生時代って大人になってからだと結構時間も経ってますよね。なので私はあんまり覚えてないですけど、そんな時が経っても名前も顔も当時のこともしっかり思い出せるって、それくらい人生に影響を与えたということですよね。その後もたくさんの生徒と接してきたはずの先生も覚えているのってすごいです。再会がきっかけで精神的に抱えていたことを回復することができて、恩返しもできたような、そんな気がしますね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。